はいろいろ面白いことが潜んでいて、こういった草なんかもお金になるんだなって、そういう世界もあるんだっていうことを今日は分かってもらえればなと思います。で、花いけバトルっていうのはあそこに書いてある5分の間でいけばのやるっていう大会になるんだけど、で、多分実際見るとなんでこんな5分でできるのって思うかもしれないけど、実際やってみると意外に案外時間がありますので、できなきゃいけない。6、5、4、3、2、1、こんな感じです。まあお花と流木と枝物の融合という形で作りました。いいね。茨城県は、その枝物が盛んと聞いたんで、やっぱ自然がたくさんあるんだなと思いました。豊かな自然を、活用した産業、地場産業の枝物という特産品を、生徒たちにまず知ってもらいたい。それが大きな目的の一つです。固有の文化である、生け花、花生けの良さを実際体で、知ってもらいたいというのが2つ目の目的です。今コロナで大変な時期なんで、みんなうちに困ったら何かしてると思うんだけれども、こういった花を通して、本当に心から明るくなってもらいたい。